3対1で明治大学附属長野八王子高校が勝ちました。両校の選手の方はグラウンド整備をお願いいたします。なお勝ちました明治大学附属長野八王子高校は4月10日同球場において第2試合12時30分より日野高校と第3回戦を行います。